みんなー、げ元気ー、ゆきこみなるです。ということで、今回なんですけど、ネタバレ含まれますといった形でございます。はい。こちらに関しては、ディゼロコラボ後半戦に関するネタバレがありますので、ネタバレがお嫌いな方は、この動画をブラウザーバックしていただけるとありがたいのかなって思います。というわけでよろしいでしょうか。というわけでね、ブラウザーバックをしてない方はぜひご視聴いただきたいなと思いますけど、今回ですね、ディゼロコラボ後半戦の配布画像らしきものというか、まあ、これに関してはほぼ確定かと思います。確実に確定と言っても過言ではないものとなります。こちらの VTR どうぞ。おつたまげちゃう格好からビーチバレエってすごく楽しいのね。レモン水着で素敵な姉様とご一緒できて嬉しいです。バルスとカズマ様の視線がいやらしいわ。勘違いしないで。レムが喜ぶから来ているのに。おお、水着のエミリアタン、まさに EMT。 ゼロから始める異世界生活コラボ、またメグミンたちに会えるの。はい、こちらなんですけど、ウェブ広告ですね。はい、ウェブ限定広告となります。まあですね、ツイッターとかにたまに、広告が流れたりとか、あとまあ TikTok とかでも広告が流れがちになってるかと思います。まあこれに関しては全員集合版というか、リゼロコラボキャラ、水着のね、全員集合、プラス、夏木すばる。といった形になってはいるんですけど、他にもいろんなね、アクア、メグミンだったり、エミリアタンの通常、レムの通常、ラムの通常、ベアトリスの通常。で、今回の水着のエミリアタン、水着のレム、水着のラムといった形で、まあ、それぞれの、ウェブ限定広告といったものがあります。はい。で、はい。こちらの画像ですね。はい。まあ、水着のラムですね。で、星さん演出っていうかね、星さんとなっております。まあ、こちらに関しては、完全に、公式というか生放送とか、告げていないものなんですよ。ってことはよ。ってことは、水着のラム、配布決定です、これ。はい。なので、後半の配布は、この水着のラムが、配布として登場いたしますといった形となるかと思います。まあ、これは確実だと思う。だって、レムの、ね、星4、水着に、まあ、一緒にね、ツーショットとしてね、札子の姉妹として、で、まあ、ツーショットでね、こう、水着を披露しているから、まあ、これに関しては、配布の水着だけ、ないというのもね、ちょっと、というか、ラムに関してはね、ちょっと、って、おいおい、運営さん、みたいな話になるかと思うんですけど、まあ、これに関しては、ウェブ限定広告として、もうすでに出してるということは、まあ、このね、配布としてね、出すといった形になるのではないかなって思います。なのでね、次回のリゼロコラボ、後半戦の配布は、水着のラムが来ますといった形ですね。まあ、これで、まあ、ほぼほぼ、まあ、そこまでね、安心感というか、まあ、さすがに、まあ、ベアトリスとかエキドナのね、水着とかは、さすがに出ませんけど、まあ、水着のラムは、実装といった形、
というかね、決定しているというのもあって非常に安心感がありますといった形となります。まあ、これに関してはちょっと気になっていった部分もあったので、まあ、今回、動画としてまあ少しでもね多くの方がこう水着のねラムをゲットできるようにというかね、ハイナツキスバルとかエミリアタンをねゲットするきっかけになればいいのかなと思いました。ってことでまた次の動画でお会いしましょう。ゆきかみなるでございました。またね、バイバイ。エンディング。